国会で野党が発表、左翼を批判され、入管法改正案で、12日に維新の梅村みずほさんが入管法改正案に関して次のような発言をいたしました。実際にご覧いただきますと、次に入管非収容者に対する支援のあり方についてお尋ねします。医師の診療情報提供書や面会記録等を含めた資料とともに、ウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、良かれと思った支援者の一言が皮肉にもウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに不当に長期収容されているのではないか、弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。このようになってしまっておりまして、梅村さんの発言に対しおかしな野党の議員の皆様が発狂し、野状を飛ばしてしまっておりますが、まあ、こちら梅村さんの主張は入管の資料で裏付けが取れております。現在政府が偽装難民に対処するために入管法改正案を成立させようとしており、このいわゆる支援者の問題に関しても罰則付きの管理措置を盛り込み、管理人に不法滞在者を監視させる形で問題に対処する方針です。国会議員の皆様には入管法改正案を速やかに成立させ、不法滞在者の強制送還の拒否や逃亡といった問題に対処し、国民やルールを守って生活している外国の皆様が不利益を被ることのないように対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。